しゃ、お疲れさん。お疲れさんでーす。いやー、このくだりまた来たね。来ましたね。乾杯。ですね、うん。ということで、今回、田村家に、またまたお邪魔しておりますが、虹色温泉始まりました。ひっそりと、田村くんと二人で今回お送りしたいと思いますが、さあ、今回なんですけど、はい、ちょっと初の試みで、田村くん犠牲になってもらおうかなと思うんですけども、今ここはちょっとカットしますが、ノー編集で虹色、虹色音声をもう一回言っていい？ノー編集で虹色音声をやろうじゃないかと思うんですよ。実はまあもちろん皆さん気づいてると思うんですけど、全部カットっていうか編集をしてます、今までの虹色音声、うん、どういうところかというと、喋、うん、らなくなった無音状態の1秒、うんうん、2秒とか、喋、うん、り出す時のえーとか、うんうんうん、でたまにそれも入れたりするんです俺、わざとあのーとかも、うんうんうん、全部はカットしないんですけど、でも、うんうん、あ、このあのーはいらないなと思ったらカットしてたりするんですよ、うんうんうん、であと噛んだりとかね、はい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 、さっきみたいに噛んだりとかすると、あ、ここは切っても大丈夫な風につなげられるなと思ったら、カットしてやってたりしてるんです、うんうんうん、虹色音声、うんうんうん、まあ、そのための録音なんですけど、絶大な信頼を感じておりますそれをあえて、はい、まあ、生ではないですが生放送的な感じをこうちょっとね体験してもらおうということで。なるほどですね。とうとうこの日が来ましたか。やっちゃいますから。ノー編集虹色音声でお送りしようかなと思うんです。やっぱりここは、ここらで必要かなと思いますね。ね、やっぱレベルアップ必要ですよ。うん。自分の中で必要かなと。追い詰められたらどうなんだろうという。ということで、いや、今から始めますって言ってからの編集で行きたいと思います。あ、わかりました。今のところはします。了解しました。はい。ということで、まずテーマを決めてから始めますか。あ、そうですね。うん。その方が。で、まあ、あんまり長くなっても仕方ないんで、ダラダラになっちゃうんで、はい。まあ、今日は、4月7日なんですよ。おー、4月7日。うん、4月7日。おーおーおー、これはこれは。七夕ということなので、はい、テーマ七夕っていうとこから始めようかなと思いますが。いけそうな感じしましたね。なんか。よろしいですか。うん。なんか、明るいですし。うんうん。明るい話題には、ジャンル的に強いんじゃないかなと。お。思うんで。わかりました。じゃあ行きますよ。行ったり見ましょう。ここからノー編集です。じゃあ行きますよ。はい、ノー編集、スタート！はい、ということでね、もう無音はやっちゃダメですよ。うん、もうここは。そのままになっちゃいますからね。放送事故です。うん、さあ、田村君。はい。七夕でございます。七夕ですね。天は七夕。はい。ね、七夕といえば、まあ、笹の葉にね、うん、ね、短冊に願い事を書いて、まあ、笹の葉に貼ると。はい。飾ると。いう感じなんですけども。やってますか、うん、いや、もう小さい頃だけでしたね。ですよね。その時にまあちょっとやったかなぐらいで。そうですね。今なんて別にそんなもん、まあイベントごとだろうみたいな感じになってるんですけれども。そうですね。もう七夕って言われたら一瞬ひな祭りが浮かんだりするぐらいですから。ダメなやつですよ。なるほど。って。ん？お代理様だっけ？って。もうそういう流れになってしまうんで。でもあれやってました？はい。ろうそく一本くださいなってやってました？ろうそく一本くださいな。うん、いや、何ですか？初耳です。初耳です。すいません。あ、これやっぱ地域性あるんですかね。僕はやってたんですけど、七夕になると、袋持って、近所の人の家行って、はい、ろうそく一本くださいなって言って、したらお菓子もらえるんです。まあ、ろうそくももらえるんで。ハロウィンみたいな。そう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 。そんな感じ、それを、俺は小学生の時にやってた。幼稚園ぐらいからやってた。あの、仮装とかはしない？しないしないしない。あの、脳、私服で、ろうそく一本くださいね。普通にめちゃくちゃ怖いですね、それ。そう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 。まあでも行く場所が決まってるんで、もう要はその、近所っていう。近所の。うん。とこなんで、で、しかもみんな大体分かってるの。その時期に来たら、もうなったら、小学生の子たちが来ると。はいはい、まあ、お菓子用意してるみんなの。家では。あ、そうなんですね。そうそうそう。そういうイベントがあったの。あ、なかったんだ。なかったです。全く、いや、それ、もうここらでしたら、あれですよ。
もう、あの、放火魔じゃないかと思われますか、ほんと。ろうそく一本くださいって。いや、やばいっすわ、それ。放火魔ね。あ、そっか、やっぱ地域性なんですかね。いや、そうですね。やっぱじゃあ、ただ願い事をこう書いてみたいな。そうですね、それは記憶にあります。どんな願い事書いてたとか覚えてます？そうですね、いや、なんか、まあ、この願い事ってもう記憶ないな。まあ確かに子供の頃はね、なんか無難なこと書いてたのかは、もしくはなんかもう大それたこと書いてたのかちょっと覚えてないけども、なんかまあ小さい頃なりに、うん、その例えばなんか お金持ちになりたいとか書くと、あんまり良くないんじゃないかとは思ってました。うんうんうん、なんかそういう願いを叶えるよりは、ゲームソフトが欲しいとか、なんかそういう感じだと本当に願いが叶うんじゃないかなみたいな。うんうん、なるほどね。まあその小さな願いでしたがね、あんまり欲を出す願いはなんかしなかったような気します。なるほど。確かに。割とそうだったかなとは思いますが、なんか、いやーどうですかね。考え事します。今、これはノー編集でございますからね。これはもう本当に古回転ですよこの。いやじゃあ。じゃあ、まあちっちゃい頃の記憶はね、もう曖昧だし、まあ、それは置いといて、はい、まあ、じゃあ今、願い事、一つ叶うとしたら、何に行きましょうか。そうですね。今ですよ、今。女性になってみたいですね。おい。へぇ、願い事叶う、女性になりたい。女性になってみたいですね。これは、なぜ？やっぱり、まあ30、3年生きて、まあ、ある程度なんていうんですか、こういう風になってこう、進んでったり世の中がこう動いてったりとか、男として、なんかこう少しずつ見えてきたなっていう中で、じゃあ女性だったらどういう考えであれなんだろうなみたいな、気になったりしましたね。その本当、いやもしこれじゃあ七夕にこのね、願い事をして、叶ったとしましょう。明日朝起きたら、女性になってました。あ、まず何します？33から女性ですか。ちょっときついな。33から女性、うわー、それはちょっとですね、僕、まあ、小学校6年生ぐらいが良かったんですけどね。小学校6年生ぐらいから良かったんだ。それならいいんですけどね。いや、じゃあそれにしましょう。じゃあ小学校6年生の女子になってました。何しましょう最初。そうですね、最初はやっぱり、思いっきりあのキャーとか言いたいですね。思いっきりキャーって言いたいですね。思いっきりキャーと言いたい、キャーって言って、あの誰かが心配してくれるっていう、ことからスタートしたいと思います。この人優しいとか、思いやり感じるって、そこから始めたいですね。すごいね。そうですね、キャーですね。もう、いや本当ですよ、男がそんなうわーとか言ったら、まあ、うっせえなって言われますから、やっぱり基本そういう声は、出さないようにとか、気をつけてますからね。なるほど。いや、そうさ、やっぱどうやったらいろんな人に優しくされるのか知りたいですね、本当は。俺はその小学校6年生っていうこだわりはないですけど、もし次の日、もう女性になってたら、何するか、めっちゃ正直に答えていいですか？いや、どうぞ。まず胸も見ますよ。はい。そういうことですね。まず自分の胸の感触は、まあ、あるかどうかは置いといて。まあ、あったとして。どのタイプなのかっていうのをまず確かめてえなっていう、多分もう正直にそれやると思う。そうですね。いやー、二乗差って思うんですけど、かなり正直者ですよね。僕
僕すごいもうドキドキしてたんですよ、この生放送の一発目にこれノー編集だからいきなり願い事女性になりたいってやべえやつ来たなやべえのやべえテーマになってきたなって思ったんですよ、こういうのぶっ込んできたなと思いましたけども、やっぱり来ましたか、正直ですね、正直に言っちゃいましたわ。いやいやいや、そこ来るとですね、いや僕も否定はないですみたいなね、そんなことねえだろうみたいな1ミリもないですね、1ミリもないね、1ミリもないね、本当に。まあそこはなんか僕の中で歯磨き程度だと思ってほしいですね、やっぱ、ね、歯磨き、要するになんか呼吸と一緒ね、してそうです、呼吸、当然なんじゃないかと、もう言うまでもないけど、いやそうですね、多分聞いてる男性陣も言うまでもないと思いますんで、そこでもうあの俺はそんなことねっていう人いたらもうむしろコメントしてほしいですね、本当ね、語りたい、会いたいですもん、語り合いたい、ね、なんでって俺は苦渋したい、そんなやつ嘘つけもの野郎ってそうですよ、やっぱりそうですね、ストレートに正直に、まあ、そんな虹郎さんをこう僕は惚れてますんで、ついていきますよ、本当今日もついていきますよ、本当いつもいつもすいませんね、いや今お酒を飲んでますが、二人してね、寝る前にね、変な汗出ましたけど、そうだそうだ、まあノー編集ですけども、歌も盛り込みたいなと思って、あ本当ですか、そこはちょっと編集でちょっとやっちゃいます、おおいいですね、まず歌聴いてもらえますかね、あ本当ですか、何の歌ですか、プロの人の歌を、放り込みたいと思います、はい、まあ七夕願い事なんで、小松美穂さんの願い事一つだけ、うわ来ましたね、行っちゃいましょうかね、一番だけ聞いてもらっていいと思います、その後またちょっとだけトークして、はい、行きたいと思いますので、まず小松美穂さんの願い事一つだけ聞いてください、どうぞ、イエーイ、さあ聞いていただきました、小松美穂さんの願い事一つだけ、なかなか懐かしい歌でございますが、この歌はコナンのね、エンディングテーマでしたがね、使われたと思いますが、コナン見ます、いやコナンはもう本当に、まあ、ドラえもんコナンぐらいの、ドラえもんコナンもうこれぐらいで、そうですね、大好きなんですね、いや僕こう見えておちゃらけキャラですけど、これミステリーとか、謎解きとかすごい好きなんですよ、あ好きなんだ、もう小さい頃から金田一少年から知って、でコナンも知って、これは本当にですね、なんかもう常にてかもう今でも意識してます本当、まあコナンの工藤新一は割と、通常時でもかっこいいですけど、まあたまにランネちゃんみたいな、そのなんかありますけど、まあ、それも演技ですから、ただ金田一は おちゃらけキャラじゃないですか、金田一はね、で事件とか起きたらこうプッとし切り替えて、ノー編集です、切り替えて閉まる、あれもちょっと憧れたんですよね、あ自分もおちゃらけるけど、本当にそういう事件とかなんか起きたら、もう誰よりも冷静に、で洞察力持って行動しようと、誓ったんですよ僕は。なるほどね、日頃からですね、まあオーバーですけど、忘れ物とか、誰かがこれ財布なくしたとかなったら、もうすごいガラッと目つき変わりますから、まず財布最後に落とされたのは、ないなって気づいたのは何時何分ですか。いきなり入っちゃう。今さっきさ、いや今さっきじゃ困ります。それは何をした後ですか。名探偵田村が指導。もう本当に、
かなり真剣になりますね本当。へー、もうそこまでいいよしなくてっていうぐらいまで、うんうん、結構 しちゃいますね。いやいや、うん、本当。でそれで、まあ、見つかることもありますけど、うんうんうん、事件解決ですね、まあ、結構その、あのコンビニとかに電話しまって、うん、まあ、迷惑かけたりとかもありますけどきっとコンビニにありますって言って、そう確認しましょうって、そうじゃあ店員さんが出て、ないです届いてないですでそこでまた新たな事件が発生するんですよ、うんうん、本当にこの店員はなるほどね、届いてないと伝えてるのか。なるほどね、そこをまず疑う。ますます怪しいでそこのどっかコンビニに行って、コンビニにあの確認するんですよ、うん、そしたらやっぱり、まあ、財布と言えば、うん、あの ATM とか、うん、あの下ろした時によく置いたり、うん、まあ、会計時の時は結構次の人もいるんですぐ気づくかなと、うん、じゃああとどこだって言ったらやっぱり ATM とかの、うん、あとはクーポンとか、うん、まあ使うであろうとこですよね、うん、まあ、そこでポンと置いて、うん、でそこで置いた矢先に誰かが、まあ、持っていく、うん、人もいると、うん、まあ、そうこう推理していくうちに、うん、持っていくには警察なのか、うん、はたまたって、うん、でこう考えていくうちに、うん、あ、ここにあったわっていうパターンもたくさんありますね。あーってなんだよ、はい、ちょっとなんか損する時もありますけど、入れ込んだ挙句、うんうんうん、現実はそんなもんだみたいなね感じでね、考えた後に、うん、金田一ね、うん、全部網羅してる金田一少年、もうほとんどですね、あの単行本のはもう全て犯人も分かってますね、うん、へえ、アニメはちょっと、あ、もうアニメは分かんないのもあるんですけど結構多いんで事件が、あ、じゃあ、あの金田一少年、はい、リターンズも全部持ってんの、あーは、あのレンタルで、こう、まあ、パラパラ見た感じですけど、うん、うんうん、面白いですね、俺全部買ってるんだけどさ、うん、あの中古でね、あ、本当ですか、だからリターンズがまだ全部揃ってないんだけど、はい、10巻ぐらいまだ揃ってるんだけど、その過去に出した単行本全部買ってる、うん、あ、本当ですか、うん、最初27巻でその後ケースになったでしょ、ケース1ってなったでしょ、27回やってもらって高藤の話が、はい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 、でケース1があのケルベロス の, あの千家が親友だったやつが犯人のやつ、はい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 、はい、それも途中で ケース何本かで7巻ぐらいで終わったでしょ、でまたなんか別な一巻みたいな感じでさ、結構パッケージを変えて出してるじゃん近代史、そうですね、もう一応俺も大好きだから、あ、素晴らしいですよ、うん、もうそこまでいってるってことはもうまだまだもう好きですね、好き、うん、好き好き、全然好き、いやいやいや、もう面白いっすよね、うんうん、今大人のやつ出してるよね、37歳の金田一、マジっすか、それ知らないっすわ、 あれなんだったっけな、なんだそれは、ヤンマガかイブニングか、まあ、講談社だから、マジっすか、今ね4巻ぐらいまで出てるよ、そんなに、うん、じゃあ結構前ですね、そう、それ出てんの、そうそう、俺中古だからまだ2巻しか持ってないけど、はあ、はあ、はあ、あ、悔しいですね、もう大人になったサラリーマン金田一のお話、へえ、すごい、うん、あらららら、らすごいですね、見た目全然変わらないんだけどね、へえ面白そうですね、それは本当生放送中で申し訳ないんですけど、うん、それ本当見たいんでガチで、ちょっと内緒でお願いします、いいっすね、うん、そんなのやってんすね、どんな話好き金田一事件、どの話ですか、うん、まあ結構ありますけどね、数あるうちに好きなのは、うん、やっぱりですね、うん、ろう人形、あ、ろう人形なんだ、はなんか
その犯人がなんていうんですかね、攻めの姿勢というか、確かにね、あのまあバレる可能性もあるみたいなところ、棒人形になってたからね。そう、あれは本当すごいよね。そこは僕は本当びっくりしました。あ、はあってもう目から鱗でしたね。犯人とか、あの、その死んでる人を演じてたっていうのはすごかったですね。もう考えもしなかったもん、その。やっぱりどこの部屋でみんなこういて、抜け道とか、なんか暖炉から入ってとか、なんかいろいろもうその考えたりして、で隠し部屋があるとか、こういうのがヒントかなみたいな、でもあれはたどり着かなかったですね。死んでる人とか老人形に化けるとか、なんかね、俺結構あの、まあ、あの、はい、地獄の崩す師の高藤、ああ、はいはいはい、系のシリーズはやっぱまあまあ面白くて、いや面白いですね。でも俺一番好きなのジェイソンなのさ、ヒレンコももう面白いですね、あれね。まあね、まあ話的にもすごい好きだし、で犯人も残酷、結構残酷だし、無差別でしょ。で唯一俺分かったんだよね、あれ犯人が分かったやつっていうのもあって、マジですか、結構好きだのさ。読んで、もうあれ、でもあれ出たの俺中学生か小学生だったんだけど、解いちゃったのか、あの全部のトリックが分かったわけじゃないんだけど、きっと犯人この人だろうなっていうのが決定的だったのが、あの、あれ顔ズタズタにして顔分かんなくして死体出すじゃん、で男の人が3人目かに出てきたでしょ、で要は犯人だと思われ、犯人だったやつが、こうやって死体として出てきた、そう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 、でそれはあの最初のみゆきがのいとこが断ってチケットくれたあの人じゃないかなって思った、すぐ、マジっすか、そう、それはすぐ分かったのなんかね、なんかピンときたんだよね、そうそう、あの話はね、犯人かわいそうだけど残酷っていう、なんかストーリー的になんかすごく、でもザ殺人事件みたいな、動機とかもすごいしっかりしてますよね、ありそうだなっていうぐらいの本当リアルな、もうなんか、その犯人役も良かったですし、その分かってから、だったら俺が全員殺してやるよ、そう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 、うわーみたいな、イニシャルガシッとでね、あのイニシャルのやつを全員殺せばいい、いやそうっすわ本当、いや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 、で、いやでもなーって本当に大切な人、まあそういう風に捉える可能性もあるよなみたいな、まあね、恨みを持ってこいつだみたいな、いや本当あれはなんていうんですか、トリックとかも面白かったですし、そうですね、全部は面白かったですね、でもよくわかりましたね、なんかねなんとなくなんとなくなんだけど ね、もうズタズタにされたって思いましたよ僕は、あの時あらって、でずっと五木さん疑ってましたから、あ、五木ね、あんなあのメインになるとちょっとイライラしてるんですけど、あの結構その後もいっぱい出てくるよね、いっぱい出てきてライターとして、ね、あいつ絶対犯人だみたいなずっと思ってたんですよね、最初の印象最悪だからね、文句垂れるし、なんか口悪いし、でなんか巨乳の姉ちゃんとやるし、そう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 もう本当なんか余裕ぶっこいてますから、でどう考えても腕力とかで判断しちゃったんですよね、あ、なるほどね、ズタズタとか、だって死体運ぶとかで、はいはい、絶対女性ではないと、まず、でやっぱ一番迫力があって、でなんか余裕なんですよね、余裕なシーンが多いんですよ、もうそういうのでまんまと作者にやられました、やられた、本名は五木じゃなかったって言ってそうそう木村が、あの木村で、あ、やっぱこいつだって、ね、別の目線ですよね、あ、ほらこいつでしょみたいな、ギュッて
SK って。でも、あの当時、わかんなかったんですよ、そこまで。うん。あの、結構大人になってから、気づいたっていうのもありますね。なんか読み返したりして。うん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 、あ、こういうトリックだったんだとか。ああ、わかるわかる。うん、子供すぎてわかんなかったのあるよね。動機とかも、うん。いや、何って思えば、その、何って思ってんすか、こんなんで人殺しやがってって思ってるんですけど、でも大人になってから、いや、あるかもしんない、こういうのって。うん、っていうのがなんかですね、身に染みて、だ気をつけようとか、本当、そうですね、すごいコナンから金田一に。金田一になっちゃったね、かなり金田一メインの話になっちゃいましたけど。ちなみにですね、豆知識なんですけど、金田一は180なんですよ、IQ。うん。でもコナンは220なんですよ。あ、そうなんだ。40ぐらい上なんですよね。へぇ、まあやっぱ、その40の表現も、あの、こう、まあアニメとか単行本見てたら、やっぱり桁違うんですよね、ちょっと。ちょっとやばいんですよ、コナンの方が。で、知識も半端ないですし。半端ないよね、コナン。よう知ってるわ、みたいな。うん、もうあの弾丸のなんか、拳銃のなんか、絶対一発は残ってるはずだ、みたいな。一発、ね、なんかそういうのあったんですよね。あと薬品名とかさ、専門知識めちゃくちゃすごいよね。金田一はさ、調べて、初めて知るって感じで、調べてもらって。現実感ある鑑定ですよね。うん、だよね、うん。なんで知ってんねん、高校生がこんな。本当。だから、結構、あ、まあ、すごい、まあ、超人枠かなと思うんですよね、コナンは。うん。うん、確かに。コナンね、いつ終わんだろうね。いやもう、ずっと嫌ですか。ねえ。なんかできれば、なんか、切りよく100巻で終わってほしいんだけど、もうすぐ100でしょ。あ、そんなん行くんですか、うん、もう。今、94号ぐらい出てる気がする。いやもうまだ全然なんていうんですか、黒ずくめの組織とか全然回収しないですよね、回収っていうか、まあうん、ちょっとむしろ増えてるみたいな、あーえーって思いましたもん、やる気だなって思って、作者これはすごいぞ。いやでもコナン儲かってっからね、映画とかで。ああそうですね。やめれないよね。うん、大人の話するとか。多分今見てる小さい子が、うん、僕らぐらいになったら、うん、終わるんじゃないですかね。だから僕らどうしましょう、還暦とかその時きっと青山剛昌生きてるかなそもそもあそこ、うん、まあそうですよね。まあそういうのを考えたら、どうなんですかね。そこは、まあ作者が辞めても続ける感じ、サザエさん的なの可能性も、まあ、トリックはね、いくらでも考えられるっちゃ考えられるよね。いやあれもすごいですけどね。本当毎回よく考えるわなみたいな。うん、まあ結構ちょっと犯人も、まあこんなもん超人ですけど、犯人も超人な。超人だよね。よほう思いつくないみたいな。なんか、あの、上海なんとか巨人、ん？なんか上海系の事件があったんですけど、うん、あ、違う、空論。あれもなんかすごかったのが、うん、マンションの上、屋上から、うん、あ、屋上じゃん、なんか、マンションから、うん、別の階に移動するっていうのがあったんですね。別のマンションに、ワイヤー一本で、ガーって行って、うん、はいはい、で、ボンって、その犯人をぶつけた後に、うん、で、その、なんていうんですか、ワイヤーみたいのがハンガーになるっていう。うんうんうん、なんかハンガーのなんか、で、凶器はそのままあったみたいな事件があるんですけど。うんうんうん。すごいっすよ。もうさ、その知識をさ、別なところで生かしてって思うよね。犯人めちゃくちゃ頭ええやん、みたいな。うん、で、んって。
ふにゃふにゃにしても戻るみたいな、プシーンって言って超合金なんとかっていう特殊な、あ、記憶なんとか形状記憶とかいう、うん、バラバラにしても結局元の形戻るみたいな、うーん、怖いわそれみたいなみたいな、なんだ、まあ無限ですよね、うん、でも面白いよね、うん、面白いさ、うん、推理系は、うん、あと古畑任三郎ですかね、あ、大好き、あ、本当ですか、めっちゃ見てた、すごい面白かったですわ、一番好きなのは何、うん、すぐそれ聞く、一番好きなの俺さんま、さんまの話、あ、弁護士の話ですか、うん、要は 古畑任三郎パート2の第1話だよね、確か、いや、あれもすごい名勝負でしたよね、名勝負、あの花瓶と水差しの間違いね、あそこで気づくんだよね、いや、そうですわ、あれはもう名シーンだよ、名シーン、誰ですかね、うーん、あ、スマップ良かったですね、スマップ事件ね、スマップ、なんか最初はうんって眠くなりそうだなと思ったんですけど、うん、なんかそのあの古畑任三郎の醍醐味って結構犯人も焦ってるっていうか、かっ、そのかっこよく決して行われてないっていうのが良くて、もうスマップも焦ってるみたいな、確かにあったね、うん、ああいうのを見れてですね、たまんなかったですね、またね、面白かったよな、うん、あれ名作ですわ、名作、ほんと、いや、でも実際このそういう場面に実際出くわしちゃったりしちゃうさ、はい、まあ、多分何もできないだろうなって、ちょっとシャシャリ出たいけどね、うん、でも確信持てないから、うん、格好悪くなるのがなんか目に見えて何もできねえみたいな警察に任せようみたいな、いや、そうですね、になっちゃうよね、うん、きっと実際そういうことが起きたら、うん、動くなとか言いたいよね言ってみたいですね、ほんと、うん、あれも言ってみたいですもん、ほんと、でも動くなって言って、あ、あの、ええ、死体がまだ近くにないのに、はい、動くなっつって、うん、まず警察を呼んだらそいつが怪しいね、あ、あのコナンでなかったっけ、あの友人を殺したやつ、怪しいっすね、あ、毛利小五郎のさ柔道仲間で、ね、あ、まずは救急車を呼ばなかった、あ、そうもう死んでるってことが分かってたから、分かってたことですかね、そういうのもあるよね、言いたいよねそういうのたくさんありますけどね、いや、でも、まあ、推理系は、うん、まあ、この3つが結構ボンって出てきますね、僕の中で、うん、似てるね、俺も、うん、未だに見てるし、昔から、そうですね、うん、で始めた時から見てるもん、近代史コーナー、うん、やっぱり、まあ、全部が全部記憶してるってわけでもないですけど、抑えてるところは、なるほどね、また別な田村が見れましたねいや本当に、いや、もちろん可愛いなんかやつも好きなんですけどね、うん、ドラえもんとかも好きなんですけど、時にはやっぱ刺激もあった方がいいんじゃないかと、ね、なるほど、刺激ね、いや、そうですね、大事ですよ、まあ、今回はこの虹色音声の編集ですけども、ええ、まあ、これが今どうなってるのかはあの田村くんも、YouTube で聞いてみて、そこでどんな刺激をもらえるか本当ですね、もうひたすら、あの、大丈夫です、七夕からかなり飛んでないですかね、うん、まあまあまあ、話がね飛ぶのって別にいいことだと思うんですよ、うん、着地さえしてれば、あ、本当ですか、じゃあ、うん、無理やり着地させるとしたらあれですね、うん、まあ、あの、男はこう決めるときは決める、彦星のような、うん、男になれと、なそして、織姫は、うん、僕の願望
女性になりたい。落としたね。落とした。これが今日の七夕のテーマかな。なるほど。思いまして。あ、最後綺麗にまとまった風な感じがするね。かなり。あの急降下からの着地ですけど、うん、着地だねグランってきたね分かりました。ゼロ戦と呼んでください。なるほど天丼なんて生ぬるいぞゼロ戦田村、ゼロ戦田村でいったわ。誰も止められない止められない分かりました。じゃあそういうことでね、はい、虹色音声、真夜中のはい、田村家トークライブ、はい、この辺で、この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。またどこかで会える日を。おやすみなさい。おやすみなさい。